皆さんこんばんは。にゃふん。そう、今日ピンクなんです。明るい顔もピンク。そうチーク入れすぎた。まあ、シェイクやのってなんだっけ、ポプテピ。絶対チーク入れすぎましたよね。衣装みたいなやつかね。今日誕生日だった。美味しいもの食べて有意義な一日でした。お、最高。伊良隆さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、おめでとう。いいね、有意義な一日。ヘルシェイクやん。ヘルシェイクやのってポプテピピクだっけ。タイミング、ほんと。チリチリ言ってる。え、嘘。変わりましたか。変わってない。チリチリした音。充電してる。充電の音？充電取った。ん？何が止まったの？音？配信か音かわかんない。音が。よかった。なんでだろう。充電してたよ。こんばんは。なんでだろう。今さっき帰ってきました。まあいいか、なくなったし。重大発表のラボの動画、千秋楽の次の日だったんですよ、撮影が。だからもう目が腫れてて、ね、静かだった。こんばんは。お酒飲んでない。チーク入れすぎた。戻ってない？向こうで。なんか顔が違うなって思ったんですけど、腫れてるからかなって思ったけど、どうなんだろう。みんなから見たら
どうなんやろ、そう見えてるのかそうじゃないのか。なぜなるとなんかピンクと白だったから。すぐリアルお話かね、楽しみ、祭りも楽しみ、 WBC すごいですね、日本世界一すごい、いつもと同じくビジネス、ありがとうございます。全然あんまり見てなかったんだけど、私ピンクの服着るとアイドルみたいね、いつもよりはね。全身ピンクじゃないですよ、下は白いワンピース。グループ話し会ってリリーベみたいな感じなのかな、じゃない。あ、ゆういちろうさん今日誕生日です。ゆういちろうさんお誕生日おめでとう、おめでとうございます、イエイイエイ、おめでとう。いや3対1で話すじゃなくて、1-1-1を3回やるっていう感じ、善悪みたいな、ストーチ巡りみたいな感じじゃない、ちょっと難しいね、でリリーベみたいな感じ、こう3人がこう追って話す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 っていう感じじゃない。これからもよろしくお願いします。ダメ出しどうなんじゃろ、列の先頭だと3対1になりそうね、最後とね、お待ちしておりますよ。人連で一人ずつ話す感じってこと、そう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 。こんばんは。にぎにぎしに行きます。本当？葵ちゃんとは初めまして。お、穏やかな優しい子です。いかは青春各駅停車しか投票しなかった。お、青春各駅停車好きって言ってくださること多いな、嬉しい。ビットカラーめっちゃ元気でそうな色ね、なんか原色系明るい色着てたらさ
なんか芸能人って感じしますよね。ピンクが好きで、確かにここだけ見たら、まあ、まあちゃんとか俺より背高そう。まあ、スタイルいいよ。袖が違うの可愛い。ねえ、そうですよね。ちょっと見える。ここにね、ボタンがついてるの。かわいいよね。確かに。後ろが緑だから。下ろしてて。そう。今日初めて来ました。衣装みたいな私服を。そして葵ちゃんともやちゃんまだお話したことないので緊張する。そうよね。そういう方もいらっしゃいますよね。会話考えていくんですか？いつもそういう時。逆にみちも初めましてのファンの人多くなるかな。どうじゃろうね。でも前八推しですって言って来てくださる方とか、葵ちゃん好きで来てくださる方とかもね、何人かいらっしゃるから。正直に道押しですって言ってもいいかな。うん、待ってます。話し会の道の好きなところはとかこんばんは。そうそう、聞いてみたらどうですか。葵ちゃんと前八に、何がいいですかね。並びはね、自由な気がする。二人ともダンスが上手いのでパフォーマンスの話はいいかも。確かに。嬉しい。褒めてもらえたら嬉しい。変ですね。好きなところ、味がね。
どうじろ。リミスタ届くの早くてね、早いよね。この前書いたのにね。うん、一応頼みますって言ってもらえるか。いいね、お世話になってる二人です。まあ、ココアさん、アザーサイン自分の勝ちで、あーね、らしいですね。なんかいろんなメンバーがそうって言ってた。私は勝手に持って帰っちゃった。勝手にじゃないけど、いいですかって聞いて。例の組み合わせはキングさんを決めてるのかな。こんばんは、遅くなりましたが発売日いいね、ありがとう。こちらこそありがとうございます、つぶやいてくださって。なんで陣長儀が、確かに。こんばんは、明日はラジオに出演します。ぜひお聞きください。理由言ってたけど、まあね、不老不死とか言ってくれてたけど、本人に直接聞きたいってことでしょ。書いてくれた本人、まあ、夜はね、あのリモートです。あと10分で新シーズンね。私はもうちょっと一足先に見たんですけど、 QR コードの先、セカンドシーズンの、セカンドシーズンもいいよ。あの全体の大きいさ、 QR コードがボリューミーですごかった。今日の髪の感じ、髪もうあと9分で、ね、変わるよね。朗読好きだったから変わるの寂しい。まあね、そうですよね。全部ずっと見れればいいのにとも思うけど、でもね、よかったよ。ありがとう。個人の方もね、専用劇場欲しいなって思いますしね、欲しいですよねっていう話してる。
でも難しいよね、7件すべてに作るのか。船ってすごく素敵な存在だったなって思う、改めて。移動できるってすごいよね。画期的だったよね。ね。建築学ぶしかない。そこから作るところから。もうどうなんじゃろ、ブックマーク。シティーファーっていう動画が復活って本当、ゲームの世界の中でっていうことです。楽しみ。葵ちゃんの部屋の窓？ね、そのお話をいただけたことが嬉しい。クッションとの色合いが桜町みたい。確かに。ツアーもしたいですね。本当に。まあ。ゲーム、パソコンじゃないとって言った。スカイフロンティアさん、お花見してないですね。したことないかも、人生で。私の子くらはまだサングラスデイズツアーしてる。楽しかったよね、あのツアー。めちゃめちゃベイビーベイビーベイビーとか踊りたい、また。ボイスとか、え、やってみたい。
最初と最後の曲好きだった。サングラスデイズじゃない？両方。あの流れ未だに思い出せる。よかった。本当。懐かしかった。もう懐かしいですね。どんどん懐かしくなっていくんですよ。うちの生誕祭ももう懐かしい。これからもっと楽しいこと待ってるよ、きっと。いいマインド。そうですよね。未来を信じて。眠りにつこう。では、壇上を呼びます。13位、Q さん。12位、M ケンさん。11位、マモルンさん。11位、わー、勝ちた。13位 MK さん、12位モモルンさん、11位ジョナルゴさん、10位東京ってすごいさん、9位マサジさん、8位長谷川さん、7位フーさん、6位坪井ゆうすけさん、5位ホジェさん、4位ブルーさん、3位ナックンさん、2位トラッキーさん、そして1位はトゥルルンちゃん、ライチさんでした。ありがとうございます。そしてラッキーナンバー22位はトゥルルンちゃん、丸三角四角さんでした。ありがとう。それではまた明日ラジオ聞いてください。